心配や。え、おかしいおかしいおかしい。なんで。で、これで上記録踏切、鴨行きだったらこっちで間違いないんだぞ。亀山行きってなったから大騒ぎですよ。亀山行き？ははー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 。さては私、さっきのところからずーっと逆走しとったな。あーほやで、こっち向いて歩かないといけないんだ。そういうことね。はーはーはー。これをこっちに歩いていくと、おお、これ相当逆走しましたね、私。うわ、え、これでこっちに進んでる？嘘だろ。だから今私はこの地図で言うと上から下にずーっと歩いてると思ってたのが、完全に下から上にずーっと歩いてたんですね。あはは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 は、あはははは、あ、そう、あ、やらかしたか。これはやらかしましたね、久しぶりに。これ歩けば歩くほど、これで下向いてんだな。うわー、あとでちょっとルート確かめてみよう。久しぶりに東西南北が全く逆になってましたね。まあどうしてもこの天気ってのもあるんでしょうけど、あの日の向きでね、東西南北がね、普段ならわかるんですけど、あとは海が見えとったりとかしたらね、あ、こっちの方面やなとかって分かったんですけど、いやー、しまったなーこれ。で、これで県道4号線、どう行きゃいいんだ。ちょっと今頭の中で東西南北の整理がついてない。さあ、大変なことになりましたね。今で杉江駅で、入れ替えが終わって、でだからだいぶ杉江駅の方に戻ってたんだな。うわーうわー。で次こっちに来るわけだ。あ、でこれが鴨行きなんだ。ああ、これが鴨行きですもんね。なるほど。ね、そういうことですね。うわー、久しぶりにやらかしたなこれ。どこで間違えた？え？どこかで、東西南北が完全に頭の中で反転しましたね。で、これ、こっちの道行くと、ちょっと、危なそうなんで、こっちもと、戻ると、今来た道をまた戻っていくことになるんですけど。ですから、もうこれ、このままずっとまっすぐ行ったればいいんや。これをまっすぐ行ったればいいね。やらかしたな、これ。はい、ってことで、これね、小杉っていうらしいですよ。杉振動かとね。これで、渡って、これは、ド派手に間違えたな。で、もうちょっと沈みながら出ないとわからん。もう完全に頭の中で
今地理館が完全消滅しましたからね。ずーっと来て、これこうや。こっち行きゃいいみたい。で、こっち行きゃいいんだ。ああ。ええー。ああ。おお。うわぁ。これびっくりするぐらい間違えたな。で、この後出てくる大きい道を、それを、今度右に曲がれば、行けるんだ。うわぁ。うわぁ、完全に東西南北、ガラッと入れ替わってましたね。ああ。これ今通ってきたところだもんな。ですから私は意気揚々と、どっかから、次方面に歩いとったんですね。どこで間違えたんだ？だから、ここを右だったんだ。あ、本当だ。あ、こっちに出たら、駅名表出てるな。次駅1キロって。ああ。うわー。間違えてたな、これ。これ、こっから来たんやな。こっからこうやって来とったんやから。ちょっと頭の中でもう一回整理しよう。どうせこれ、こっちに行かないといけないみたいなんで。歩道がこっちにねえから、うん。ってことは、さっき私は、ずっとこの下の、下の道からこうずーっとこっちに行っとったんですね。ずーっと行って、そのまま、ですから、この辺りですね、コミュニティセンターとかがあって、ずーっと登って、なぜかそのままずーっとこっち行った逆に、ここで折れてこっちにずーっと行ってたんだな。これ、いやー、久しぶりに、ここまで派手に道間違えた初めてだ。いやー、カメラ回せないところでは間違えたことね、何回かあるんですけど、いやー、すごい間違い方したな。これで、でも、修正できましたよ。これで、あとは、突き当たりを、左折すれば、大丈夫です。大丈夫なはずです。うわぁ。ああ、ぐるっと一周して向き変わってたんですね。多分、あの山を。お堂とか行ってるところで。ああ。やっちゃったなぁ。で、とりあえずあと1時間どうせ電車来ないですから。急ぐ必要もないですからね。まあ、そっちなら歩道もありますし。ああ、立派な橋。そう、この辺りはね、川の中ででも判断がつきにくいんですよね。川上、川下が、分水嶺になるような辺りの位置だったりするんで。しかし、歩道ひどいな。よいしょ。あ、それ、なんか中学校があるみたいなの書いてありましたもんね。やっぱ通学路になるようなところは歩道がね、確保してあるケース多いですよね。よしよし。で、あの前の道を右に曲がれば、ああ、右じゃない、左に曲がれば、そう、みたい。もう一つ先かな？あ、こんなとこサンガリア。1、2、サンガリアですね。ええ。そっか、ここに工場がある。あ、そういや、これ、あれですよね。見えますよね。関西本線からも見えますよね、そういえば。あ、で、あの前の道を行けば、行けるみたいですね。で、あれが柘植中学校か。で、デルタ地帯がひどく通ってあるから、ちょっと。
じっくりと、このままこっちに行けばいいみたいですよ。うん。へえ。まあ、こちゃこちゃあんま歩道向きではないけど、あ、ないと結局そんなに歩くやつは変わらんかな。よし。よいしょ。面白いですね。水の立体交差ですよ。面白い構造になってますね。横道公園。公園あるんですね、こんなところ。あ、そこに公園あるわ。野村検証会。なんか、こんな公園になってるんですね。全然。ここは車で、ここは多分走ったことないなぁ。ああ。おぉ、これは先輩。あんまり歩くのには向いてねえな、この道。こあ、向こうに歩道があるか。ちょっと渡るの怖いね。よし。おぉ、やべ、結構でかいトラック向くんじゃ。よしよしよし。道がね、その先に、こっからこう歩道になってんだ。面白い。不思議な確保の仕方ですね。よいしょ。なんとか歩道ありますね。よいしょ。あれ、これで25号に出る。あ、ほんとだ。右が席になってるわ。ああ、左が席になってるわ。うん。まあ、それはそうですよね。で、上の方面なんでこれを見また右に曲がってくわけね。よし。これででも、大きい道に出るはずですよ。この25号って書いてあるのが、名阪国道じゃない、旧25号の方のはずですからね。よいしょ。で、その奥に、名阪が一つ、名阪国道ね。国道25号線の。バイパス、名阪国道が走ってる。それが奥に見える高速みたいに見えるやつ。もうあれが名阪国道ですよね。もう、あれはもう高速みたいなもんですからね。籔本鉄工所さん。あ、コンビニも出てきたし。セブンが出てきたら、セブンやったら、コンビニで IC カードにチャージができますからね。ちょっと一回調べてみようかな。どうやら、セブンイレブンは、全くなさそうなんで諦めて行きましょう。じゃあちょっとジュース買いがてらローソン寄りましょう。うん、よし。